TDK コナンと解決ビデオヘッドクリーナー。やあ、早速だけどクリーニングを始めるよ。君たち、ビデオデッキの中って見たことある？これがビデオデッキの中。こんなに複雑にテープが走ってるんだ。そしてここ、ここが大事なヘッド。ここをクリーニングしてるんだ。これで謎が一つ解決したね。それじゃあクリーニングも終わったし、テープを止めてそのまま巻き戻さないで取り出してね。TDK コナンと解決ビデオヘッドクリーナー。やあ、早速だけどクリーニングを始めるよ。君たち、ヘッドって何をするか知ってる？ヘッドっていうのはビデオデッキが変換した映像や音声の信号をテープに記録したり、テープに記録された信号を読み取ったりするとても大切なものなんだ。これで謎が一つ解決したね。それじゃあクリーニングも終わったし、テープを止めてそのまま巻き戻さないで取り出してね。TDK コナンと解決ビデオヘッドクリーナー。やあ、早速だけどクリーニングを始めるよ。君たち、ヘッドがどうして汚れるか知ってる？録画や再生の時はヘッドとテープが擦れ合っていて、そこにテープから削れ落ちた磁性剤やホコリが入り込むとヘッドが汚れたり傷ついたりするんだ。これで謎が一つ解決したね。それじゃあクリーニングも終わったし、テープを止めてそのまま巻き戻さないで取り出してね。 TDK コナンと解決ビデオヘッドクリーナー。やあ、早速だけどクリーニングを始めるよ。君たち、ヘッドが汚れるとどうなるか知ってる？ヘッドが汚れるとヘッドとテープが密着しなくなって、信号の受け渡しがうまくいかなくなり、画面にノイズが出るようになる。だからヘッドクリーニングって大事なんだ。これで謎が一つ解決したね。それじゃあクリーニングも終わったし、テープを止めてそのまま巻き戻さないで取り出してね。 TDK コナンと解決ビデオヘッドクリーナー。やあ、早速だけどクリーニングを始めるよ。君たち、リフレッシュって知ってる？このヘッドクリーナーは特殊なテープを使ってるから、汚れが落ちるだけじゃなくてヘッドの表面が滑らかによみがえってテープが密着するようになる。これをヘッドのリフレッシュって言うんだ。これで謎が一つ解決したね。それじゃあクリーニングも終わったし、テープを止めて今回は巻き戻してから取り出してね。